ルリン・スタディオンよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始です。さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。これは危ない。アンビリバブルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。オフサイドにはならなかった。クロス、キーパーに阻まれました。よく前を見ている。繋がればチャンス。さあ、ここからどう攻める。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。コーナーキックです。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。抜かれた。いけいけ、ドリブル、シュート。さあ、どちらのボールになるのか。これはチャンスだ。これは決めて欲しかった。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。キックミスでしょう。ヘッドでつないで、
ボールを外へ出す。オフサイドはない。シュート。コーナーキックになります。出た。いいボールですよ。前が空いた。シュート。クリアしきれない。後半20分経過しました。大きくクリアしました。リザーブの選手が体を動かしています。選手の交代です。スローインです。中に絞ってきた。よくしのいだ。華麗なドリブル。ボンブル。シュート。畳みかけるように容赦なく打ってきます。頭でつないで、これはピンチ。インターセプト。あと5分です。ボールが宙をさまよう。ヘッドでつなぐ。センタリング。ナイスセーブ。ファーサイド。ヘッドで押し込んだ。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。